改札の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送る。こんにちは、ダイレクションスタジオの広島です。今回紹介する楽曲はスキマスイッチさんの奏で、こちらの A メロのコード進行を解説していきたいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それでは、コード進行を解説していきます。最初は B フラット、左手が B フラット、そして右手は B フラット D F で、2拍で次は E フラットメジャーセブンス、左手は E フラット、そして右は B フラット D G、 そして D マイナーセブンス、左手が D、 右手は A C F、 そして G マイナーセブンス、左手が G に行って右手は B フラット D、 そして F。これが最初の4小節です。すべて2拍で交代していきます。シンプルに四部でやってみましょう。いきます。3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。はい、この最初の2小節がこのようになります。それでは次のコード進行いきましょう。E フラット、E フラットは左手が E フラット、そして右手が B フラット、E フラット G、 そして次は D 分の B フラット、左手が D に降りて右手は B フラットのコードです。 B フラット D F、 そして C マイナーセブンス、左手が C に降りて右手は B フラット、そしてE フラット G、 そして次は3拍目から F 分の C マイナーセブンス、右手はこの B フラット E フラット G をキープしたまま左手が F にいってください。そして次 F、 左手は今度 F をキープしたまま右手が A C、これに演奏してみてください。これで 3,4 小節目の流れができました。ゆっくりやってみましょう。 E フラットからいきます。 1,2,3,4 1,2,3,4。 はい、これで最初の4小節間ができました。次の5小節目6小節目は最初の流れが一緒ですね。 B フラット E フラットメジャーセブンス、 D マイナーセブンス、 G マイナーセブンス、そして次の6小節目からいきますね。 E フラット、そして D 分の B フラット、ここまでは一緒。そして次 C マイナーセブンス、ここもさっきと変わらないんですが、今度は4分の2拍子で C マイナーセブンスになります。ワン、ツー。するとここで D のサス4が入ります。 D のサス4というのは左手が D、 右手は A、D、 そして G、 このように押さえてください。これを2拍、ワン、ツー、そして D サス4からただの D、 このトップの G の音が F シャープに戻ってください。ワン、ツー、スリー、フォー。これでサビに行く流れのコード進行になります。それでは7小節目の E フラットからやります。いきます。E フラット、D 分の B フラット、C マイナー7、そして D サス4。
から D。 はい、これで最初の A メロのコード進行ができました。それでは A メロの全体の流れをゆっくりやってみたいと思います。このような感じになります。テンポを上げてやってみます。このようになります。これだけピアノの形がですね体に入ってきたら、実際にこの演奏しながら歌っていくといいと思います。では今度はこのコード進行を弾きながら実際に歌ってみましょう。 1, 2, 3, 4。 改札の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。という、部分になります。まずはピアノのコード進行をしっかり、覚えて、そしたら少しずつ、今シブだけでやってるんですけど、ちょっとずつピアノも崩していっていいと思います。楽しんで演奏してみてください。それでは失礼します。